ぱいいるなぁ。待てよ。86なんだよな、HP。オーラ消しとこか。倍速ウニってのがきついよな、ちょっと。白紙。すんのか。あれ、そっち置いてないよ俺。やばいやばい。これきついわ。何それ。ちょっと正規にします。おっと、迷子になった。11か。ちょっとこれでもこの回復しときたいよな。3黄色バナナ1個だもんね。厳しいよね。ちょっとでも食べるか。で HP100 になったら行くか。で向こうに白紙があるんで、まず白紙を取りに行こう。よし、行きます。5000の腕輪か、また来たな。何
なんだろうね、これ。壁抜けじゃないのか。ああ、壁抜けじゃない。裏道ではない。あ、そっか、白紙取ってたね。さてと、ちょっとお楽しみを。空振り、空振り。2000の腕は、これ下手投げか、何かなってことだよな。ちょっと、これ道具感知の腕はもういっか。打っちゃおう。なんかあるかな、お得感のある。敵来てる。雷光の杖、こっちから行くか。これでも通路だよな。あ、部屋ある。お、壺です。何でしょう。保存来ました。やっと保存がたくさん来たな。イエーイ。ね、恵比寿、雷光、窓、身代わり、こんだけ入れとこう。で、拾うと。それでは馬500、天めぐ、倍速、引き寄せ、先陣。おお、これはいい、これはいいな。ちょっと待ってよ。ねえ、いけるよね。で、あとはこれ、アゲート。お、やばいな。なんか来よったな。空振りが、空振りがあるか。守護石まず売ります。んで、あと何売るかな。背中、まあ、こんなもんでいいか。アゲート。これで、
これは。円筒です。これが何なのか分かんねえんだよな。エビスって何だったっけ？怒りやったかな？ちょっと忘れちゃった。どうしよう。どうしよう。どうしようか。円筒置いとくか。雷神の札、なんだろう。よし、これでいこう。で、合成の壺だけど、どうしようかな。割っちゃうか。こう。割っちゃうか。もったいないけど。この会心のやつはかなり美味しいんで。先人ののね。もったいないかな。え、いいだろ。何？なんて使えない。なんて使えない。ちょっともったいないですけど、白紙使います。書く、お払い、お払い。四宝石の剣、先人の斧。よし。会心、混乱、金縛り、睡眠、浮遊特攻、ドレイン特攻、HP10。おー、なんかいいぞ。あと3600か。空振り持っていこうかな。で、円筒も。これ馬の巻物読んどきます。選択です。目薬草。しまった。
マジで。うわー。